君と夢をかけるよ、何回だって巻き起こせスパーク。あーすごかったね、レースもライブも。まだ胸がドキドキしてる。わかるわかる、特にすごかったのは天陽さん。天陽さんの最後の追い上げ見てたでしょ。強すぎる天陽さんは誰よりすごいけど、マックイーンさんは完璧にペースを作ってました。冷静に勝ちに行けるマックイーンさんは誰よりすごい。天陽さん、マックイーンさん、ポニーテールがフリフリって揺れて可愛いから天陽さんはすごい。キラキラ髪が光って綺麗だからマックイーンさんはすごい。あの子たち可愛い、じゃれてる。二人ともすごかったねってことで。うん、本当に二人ともかっこよかった。きっとあの二人だから。東海帝王をスパートした。一気にスピードを上げてメジロマックイーンを追いかける。まねっこだね。うん、でもやっぱりなんか違うな。帝王さんみたいに全然ググって感じがない。でもでもまだ入学したばっかりだし、これからだよね。帝王さんや父さんみたいになるぞ。キタちゃんのお父様って町の方々から慕われてる素敵なおじさまね。ありがとう。うん、いつだってみんなの幸せを一番に考えてる自慢の父さん。父さんの周りはいつも笑顔でいっぱい。だから私も大好きな走りでみんなを笑顔にしたいんだ。天陽さんみたいに。そしたらきっと母さんも喜んでくれると思うんだ。って言ってもダイヤちゃんみたいにちゃんと考えてるわけじゃないんだけどね。だってダイヤちゃんは家族の夢を叶えるためにトレセン学園に入ったんでしょ。ちょっと違うかな。家族の夢、 G1 で勝つことはちゃんと私の夢だから。お父様にお母様、うちの授業に関わる皆様、いろんな方の願いがあって私は生まれてきたの。たくさんの期待に全部応えて私だけの走りを見せたい、マックイーンさんみたいに。そっか、うん、きっとダイヤちゃんなら夢を叶えられるよ。キタちゃんもみんなを笑顔にできるよ。絶対にその力があなたにはあるもん。あれ、この音楽って、まずい、寮の門限、急いで帰らなくちゃ。もうそんなに慌てないの、うちのお車を呼べば。お、スマホは持ってきていませんでした。じゃあタクシーで。キタちゃん、私のお財布持ってないよね。持ってないし、私もお金ない。とにかく走るよ、ダイヤちゃん。今日もまたやってしまった。私ってなんでいつもこうなんだろう。でも大丈夫、次のレースはきっとチャンスがある。もっと頑張って、それで次は絶対に。やっと終わった。二人で掃除する広さじゃないってこれ。しょうがないね、寮長さんがお決めになったことだから。入学したてで門限破りとは実に勇敢な子たちだね。そんな二人に敬意を表して罰掃除一週間で手を打とうか。それは昨日の寮長さんだね。キタちゃんって本当にモノマネ上手。がっくりしたから覚えちゃったけど、まあいっか。罰掃除ってなんだか学園生活っぽいし。
んといってもダイヤちゃんが一緒だしね。私大好きな友達と一緒ならなんだって嬉しいもん。ダイヤちゃんと並んで走るの楽しみだな。うん、そうだね。私も同じ気持ちだけど。